貧乏神と福の神。昔昔あるところに働き者の弟おかんが住んでいた。働き者なのにどういうわけか二人はとっても貧乏だった。うちはおんぼろ、着物はボロボロ、いつも腹ペコ。働いても働いてもお金がたまらなんだ。ある年のこと、もう暮れも押し詰まったので、お掃除でもすげえと思ったおとうが押し入れの戸を引っ張り開けてみると、おや、狭い真っ暗な押し入れの中からへんてこな音が聞こえてくる。グーゴロゴロガーガーガラガラピー。中を覗き込んだおとうはびっくり。見たこともない痩せたじいさんが一人押し入れの奥でいびきをかいて寝こけているではないか。いやー、こりゃたまげた。これじいさん、お前は誰だ。そんだらとこで何しとる。おとうが尋ねるとじいさんはむくりと起き上がって不機嫌そうにこう言った。わしゃ貧乏神だ。お前んちは居心地がええで、もうずっと厄介になっとる。せっかく気持ちよく寝とったのに邪魔せんでくれよ。気のいいお父は、これはご無礼いたしやしたと慌てて押し入れの戸を閉めてから考えた。待て待て、謝ってる場合じゃないぞ。うちに貧乏神が住み着いとるとは知らなんだ。道理でちっとも儲からんわけだ。貧乏神が居座っている家なんてごめんだと思ったお父は、こっそりおかんに相談してその家から逃げ出すことにした。二人が慌ただしく引っ越しの準備をしていると、押し入れの奥からわさわさもさりと妙な音が聞こえてきた。それだけではない、しわがれ声の鼻歌まで聞こえてくる。わらなえなわなえわらじなえつおとうとおかおはポカーンと顔を見合わせた。貧乏神のじいさんがわさわさもさりとわらじを浴びながら鼻歌を歌っているではないか。もし貧乏神さん、何してなさるんかの。おとうが恐る恐る尋ねてみると、貧乏神のじいさんがにっかり笑ってこう言った。おめえらがの引っ越しするっちゅうんで、わしもついていこうと旅支度のわらじを編んどる。時期仕上がるでの、もうちーっと待ってくれや。これにはおとうもお顔もがっくり来てしまってね、しょうがないから引っ越しを諦めたんだって。貧乏神がいるもんだから相変わらず暮らしはちっとも楽にならない。そうするうちに1年が過ぎて、また年の暮れがやってきた。するとどうしたことだろう、押し入れの奥から貧乏神のじいさんの泣き声が聞こえてきた。弟お母が覗いてみると、押し入れの中でじいさんがおーおー泣いている。もし貧乏神さん、なんしてそんなに泣いとられるんかの。弟が恐る恐る尋ねてみると、貧乏神のじいさんは鼻をすすりすすりこう言った。今度この家に福の神がやってくることになってな、わしは出ていかんといかんのじゃ。せっかくなじめになって、お前たちとももう別れかと思うと、弟とお母はすっかり貧乏神が気の毒になってね、思わず引き止めちゃったんだよ。どうぞ泣かんでくださいや。
そんなにうちが気に入っとるんならいつまでも追ってくれたらええ。出ていくことなんかいらんから。そしてとうとう大晦日の夜、福の神がやってきた。福の神はでっぷり太ったリバリンボのおじいさんだね。入り口につっかえそうになりながら家の中に入ってくると、貧乏神の姿を見つけてしかめ面になった。こりゃこりゃ、貧乏神、まだここにおったんか。わしが来るまでには出て行っておけと言うたはずじゃぞ。さあ、あよをとっととうせろ。えんよ、わしは出ていかんぞ、と貧乏神が必死に言い返した。わしゃのこの家が好きなんじゃ。これからもずっとここで暮らすんじゃ。あんたの方こそ出て行ってくれよ。そうじゃそうじゃ、出て行ってくれ、とお父も応援する。出て行け出て行け、それ福の神、とお母も声を合わせる。貧乏神と弟とお母はみんなで福の神を追い出しにかかった。出て行け出て行け、福の神、出て行け出て行け、福の神。そう口々に言いながら貧乏神が跳ね回る。お父がほうきでそこらを吐き回る。お母は畑で家中を叩いて回る。なんちゅうたわけた者どもだ。福の神は呆れ果てカンカンになって叫んだ。そりゃそうだよね、今まで歓迎されることはあっても出て行ってくれなんて言われたことはいっぺんもないんだから。こんなうちわしゃもう知らん。怒った福の神はじらんだを踏んでプンプン怒りながら出て行ってしまった。バンザーイバンザーイ、バンザーイ、福の神を追い出した。大喜びの三人がふと戸口を眺めると、そこには福の神の落とし物が転がっていたんだよ。うっしゃー、こりゃたまげた、驚いた、こいつはうちでの小槌じゃないか。貧乏神が目を丸くする。弟とお母はポカーンと顔を見合わせた。そりゃ一体何ですかい、とお父が尋ねると貧乏神が教えてくれた。うちでの小槌とはつまり福を打ち出す宝のこと、小槌のことじゃよ。この小槌を振って願いを唱えれば欲しいものが何でも出てくるんじゃ。福の神どん結構なものを落としていきよったわい。どれ、早速小槌を振ってみようかいの。さあ、それから貧乏神と弟お母は欲しいものを次々に唱えながら小槌をてんこてんこと振ってみた。もちでろてんこてんこ、酒でろてんこてんこ、ごちそうでろてんこてんこ、晴れにでろてんこてんこ、火鉢でろてんこてんこ。するとまあ出てくる出てくる、餅だの酒だの魚だの味噌だの布団だのがどんどん出てきたものだから、おかげで弟お母と貧乏神はいい正月を迎えられたんだってさ。そしてね、それからあともこの小槌のおかげでお父もお母も裕福になってとっても幸せに暮らしたんだって。え、貧乏神はどうしたのかって。貧乏神はね、おいしいごちそうをたっぷり食べてふっくらとふたって、いつの間にかこのうちの福の神になったんだよ。そして今でもお気に入りの押し入れの中でぐーすかぐーすか眠っているんだってさ。はい、
とうございます。